はいどうも、りょうへいでーす。本日もよろしくお願いします。ただいま、翔平さん家で撮影をしております。今、ちょっと翔平さん外出ちゃってるので、本日何やるかというと、サングラス特集になりまーす。僕がサングラスを何個か持っているので、どういうものがあるのかというのを皆さんにご紹介していけたらなと思って。まずは、今出したナイキの赤いサングラスになります。イルマのスポーツデポさんの閉店セールで購入いたしまして、もともとナイキが好きだったので、購入の方させていただきました。こちらはレンズが黒色なので明るく天気がめちゃくちゃいい時なんかはこちらのサングラスを使用しております。買ったのが閉店セールで買ってしまったのでだいたい1万円ちょいのものが8000円ぐらいで買えた、サングラスとなっております。続いてがこちらオークリーの水色のサングラスになります。こちらはアマゾンで購入しました。次やこちらなんですけれどもレンズが透明になっているので、曇りの日や雨の日また夜間などで野球をやったりだとかちょっとまあ運転する時なんかにも使ってるんですけれども少しだけでもまあ明るく見えたりといったところで透明なレンズのサングラスを使用しております。こちらなんですけれどもサングラス自体が変えられるものとなっているので、外して別なレンズをつけられるようになっております。ちょっと今付け替えてみます。こうやって、ここを外すとこうやって外れるのでこちらはオレンジ系のレンズなんですけどこちらをつけていきます。はい、そうするとレンズが変わって1個持っていくと晴れの日で使えるようなサングラスとなっております。変えられるっていう点では結構一石二鳥なサングラスとなります。最後なんですけれどもこちらです。オークリーのジョーブレイカーとなります。3万円ちょいぐらいのものなんですけれどもリサイクルショップで半額の1万5000円で購入しました。こちらのサングラスの特徴はなくてもごついところですね。下からの風も入ってこなければレンズ自体が広いのでかなり視界も広く見えるところとなっております。ちょっと最近青にはまっているので先ほどのサングラスもそうなんですけど青色を取り入れさせていただいております。最近はずっと晴れてる日はこちらを使用して野球の方しております。では翔平さん、翔平さんのサングラスの紹介を。持ってない持ってない。かけとるかけとるこれね。はいはい、やっと僕の出番来ました。いやびっくりしたよ。占領されちゃってびっくりしちゃった。誰だってやっとけって言ったの。いいんじゃないですね。はいはい、というわけでストローっていうオークリーのサングラスなんですけどあんま知らないんですよ俺正直。なんかつけてたら杉谷がつけてたとか万波中世もうつけてるっていうふうに言われて、まあ確かに日ハムってほらオークリースポンサーじゃないですか、はい、だからかなと思って、でも知らずに買っちゃったんですよ。なんかそのアウトレット行ったんですけどアウトレットのオークリーのショップがあって、はい、そこ行ってあジョーブレーカーいいなと思いながらも数がなかったんですよ。でと思ってこう見たらたまたまなんかすごい変なグラサンあんなと思ってこれつけてやるとなんかさ他とは違うからいいかなと思って買うじゃないですか。1万4000円ぐらいだったんですよ。安くなんですね。SNS 流すじゃないですか。杉谷とか杉ノールとか言われてよくわかんなくて何を言ってんのこの人たちはと思ってただこれでした。はい、つけてましたね。戦闘能力は測れますか。そういうよく言われますね。全然わかんない。全然見えない。2ぐらいですね。おっ特にないんですけども見た感じなんですけどすごいクリアに見えるっていう、うん、俺正直サングラスってあんまり視界がちょっと見づらくなるから俺嫌だったんですよ今まで普通のやつって、はい、けどこれってほぼほぼ全部覆ってあるんで普通に見やすいっていう。大きいレンズだと縁に遮られることなく見れるので結構おすすめです。これで多分試合もできるかなっていう感じですね。ちょっとこれつけてみて。どう。あーもう今ライトにかなり抑えられてる、はい、これどうすか、これどうすか。あ、まぶしい。これ抑えられてない。そこそこ、まあまあそこそこはですけどちょっと待ってください、うん、あ、まぶしい。あー、やっぱり少し抑えられてるでしょ。はい、そう。それでもまぶしいっすね。まぶしいけどねっていう感じで、はい、使ってますけども俺あのピッチャーだからあんまりこう守備とか野手でやるときとか、はい、まあ練習前とかアップ前とかさピッチング前とか、はい、そういうときにはつけるけど基本的には試合中はつけないんであんま使ってないです正直。取材のときもつけますよ。はいはいはい、つけますけど取材でつけるとなんじゃこいつだってなるからあんまりこうね慣れたくないんでつけないですけどでもこれやっぱみんなが話題にもなるっていうか。そうですね。みんなこう興味を示してくれるんで、はい、面白いですよね。マンタンスポーツさんに置いてありましたよね。これオークリーです。あ、オークリーありますよ。はい、そうジョーブレイカーも置いてありますし、はい、3つ入荷して1個売れててあと2個ありましたね。ありましたんでもしね
もし興味があったらモンタンスポーツにもオークリーのサムネイルありますんで、はい、見てみてほしいなと思います。お願いします。というわけで本日はですね、初めて一人で、ね、オープニングやってもらったんですけど、はい、今後ともやっていきたいと思います。はい、はい、このオークリーのサングラスかっこいいな、欲しいなと思った方は、はい、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。はい、ナイキの、ね、サングラスもね、こうかっこいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら。これ、はい、HS プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000に突破したプラスモンダナさんの、インスタ貼ってますんで、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。